沖の鳥島。沖の鳥島は、太平洋、フィリピン海上に位置する小笠原諸島に属する、孤立島。珊瑚礁からなる島であり、東京都小笠原村に属する。日本の領土として最も南に位置しており、日本最南端の島である。東京都心部から 1740km、伊王島から 720km、フィリピン海プレートのほぼ中央、九州。 カラオ海霊場に位置する太平洋の絶海に孤立して形成された南北約 1.7km、東西約 4.5km、周囲約 11km ほどの米粒形をした珊瑚礁の島である。北海域線の南に位置するため熱帯に増加する。干潮時には干潮の大部分が海面上に姿を表しているが満潮時には町内の東小島。 九州、東路ンと北小島、九州、北路ンを除いて海面下となる。沖ノ鳥島は過去100年あたり1センチメートルという地盤の沈下が極めて小さいことでも知られ、地球温暖化などに伴う海面の水位変化を調べるのに役立っている。1999年から2002年の GPS 調査によると、沈降こそないものの N70 度。 W5.0cm 年1年間に進む距離が、真北から西へ70度回った方向に 5cm で西北西に移動していることが確認されている。島周辺は、海面と海底の海水の温度差が年間を通じて、摂氏20度ほどあり、海洋温度差発電にふさわしい条件が揃っている。なお、 沖ノ鳥島として公式に記載されたのは1929年、昭和4年のことであるが、沖ノ鳥島という名前自体の由来は不明である。東京都小笠原村沖ノ鳥島一番地、旧称は北路岩に位置する。面積7.86メートル。海抜は第二次世界大戦以前の海図では2.8メートルと記載されていたが、2008年3月時点で、 1> 約1メートル、高潮、満潮時も約16センチメートルが海面上に現れる。三島三角点、北小島が設置されている。東京都小笠原村沖の鳥島2番地、旧称は東路岸に位置する。面積1.58メートル、海抜は第二次世界大戦以前の海図では1.4メートルと記載されていたが、2008年3月時点で、 約0.9メートル、高潮、満潮時も約6センチメートルが海面上に現れる。一等三角点、沖の鳥島が設置されている。日本は1988年から北小島及び東小島に鉄製昇波ブロックの設置とコンクリート護岸工事を施し、東小島には地炭性防護ネットをかぶせて保護している。詳細は侵食防止策を参照。 第二次世界大戦前の1940年、昭和15年7月中旬、大日本帝国海軍は北路ンに無人灯台建設を計画した。その後、中断していた旧灯台基盤後に人工島の観測所基盤が海面上に大規模な観測施設、作業課題60メートル80メートルが建築されており、無人の気象、海象観測が行われている。 海洋研究開発機構。その他、船舶が沖ノ鳥島に座礁することを防止するため、海上保安庁によって、領海内に沖ノ鳥島灯台が設置されている。この無人灯台の灯下は、海面上から26メートルの位置にあり、発光大ードの光を沖合中に帰りまで届けるもので、太陽電池によって稼働している。東小島には一等三角点。 沖の鳥島、北小島には三等三角点、北小島、観測所基盤には水準標識が設けられている。また、2005年には電子基準点、沖の鳥島が東小島に設置されている。第二次世界大戦の前の1933年の調査記録では、海抜最大2.8メートルの北路岸、1.4メートルの東路岸、 さらに北路岸の南側に、海抜2.25メートルの南路岸があり、それ以外に0.9メートルから0.6メートルの路岸があり、合計6つの路岸が満潮時にも姿を表していたことが記されている。これらのうち、南路岸は1938年に消失が確認された。1968年に、 日本へ管轄権が返還された後の1982年以前は、路岸の数は4つとされていたため、1987年までに、現在の北小島、東小島を除いたものは風化と解食により、消え失せたとみられている。日本では、小笠原諸島の一部として、東京都小笠原村に属し、住所は、郵便番号100、100-2100。 東京都小笠原村沖の鳥島一番地、北小島及び二番地、東小島となっているが、無人島のため交通困難地の一覧には掲載されていない。1987年10月に東京都によって海岸保全区域に指定されたが、東京都だけでは保守費用を負担しきれないことから、1999年6月以降は全額国費による直轄管理。 所管は国土交通省となっている。2011年6月に一部が停止予選保全区域に指定されている。過去に東京市京橋区に伊王島と共に所属していたという説があるが、これは誤りである。電話の市外局番は小笠原村の04998だが、現状では無人島であることから加入者は存在していない。沖の鳥島が、 日本国の領土であり、その周囲に日本国の領海を持つことは、どこの国からも異論が出ていない。ただし、下記のように、沖ノ鳥島周辺の排他的経済水域、エクスクルーシブエコノミックゾーン、略称、EEZ の存在について、日本国と中華人民共和国、中国及び大韓民国、韓国の間で主張が異なっている。また、中華民国、 民主進歩党など、台湾独立派含むからも岩だとする意見がある。1994年11月16日に発行した国際海洋法の基礎となっている海洋法に関する国際連合条約、国連海洋法条約では、島と岩について以下のように定義されている。日本国は、この第二十一条1項の定義に従って、沖の鳥島は、 島であるとし、海洋法に関する国際連合条約、国連海洋法条約発行に合わせて制定した、排他的経済水域及び大陸法に関する法律、平成8年法律第74号によって、沖ノ鳥島を中心とする排他的経済水域を設定した。しかし、沖ノ鳥島が同参考の岩に当てはまるとすれば、沖ノ鳥島は、 了海は有するものの、排他的経済水域や大陸法を有しないということになる。海洋法専門家で、ハワイ大学マノア校教授のジョン・バンダイクは、1988年1月21日のニューヨークタイムズで、沖の鳥島、せいぜい、キングサイズのベッドくらいの大きさしかない、二つの侵食された起から構成される、は、独自の経済的生活を維持することのできない、 居住不可能ないは、という記述に間違いなく当てはまる。したがってそれは、200回離排他的経済水域を生み出す資格を与えられない、と主張した。大工は同様の主張を繰り返し、その意見は2005年、平成17年2月16日のウォールストリート、ジャーナルで、日本の立場は、イギリスが1990年代に、 EEZ の主張を諦めた大西洋のロッコール島の例に告示している沖ノ鳥島の EEZ を最もらしく主張することはできないとして紹介されている。こうした意見に対して日本国政府は岩の定義が同条約上に存在しないことを根拠に沖ノ鳥島の排他的経済水域を主張している。2003年以降には中華人民共和国及び 大韓民国の2カ国が日本の主張に対する意義を申し立てるようになった。両国は沖ノ鳥島が日本の領土であることは認めるものの、それは国連海洋法条約第121条第1項の島ではなく道場第3項の岩であるから沖ノ鳥島周辺に日本国が排他的経済水域を設定することはできないと主張している。なお、 同条約には、島に関する以下のような条文も定められている。沖ノ鳥島に設置された、鉄製昇波ブロックとコンクリート製護岸、チ地ン製防護ネットはこの条文に記された人口の構築物に該当する。ただし、沖ノ鳥島の本体は、自然に形成されたものであるから、この条文には該当しない。日本が、アメリカ合衆国やイギリスをはじめとする48カ国と、 締結したサンフランシスコ平和条約条約第3条では、日本は北緯29度以南の南西諸島、琉球諸島及び大東諸島を含む、総府岸の南の南方諸島、小笠原群島、西の島及び火山列島を含む、並びに沖の鳥島及び南鳥島をアメリカ合衆国を姿政権者とする。 国際連合の信託統治制度の下に置くことを承認し、さらには国際連合がこの信託統治制度を可決するまでの間はアメリカがこれらの島々に対する死政権を持つことを承認した。実際にはアメリカは国際連合に対してこれらの島を信託統治する提案をしなかったため、沖ノ鳥島は小笠原諸島と共にアメリカの死政下に置かれたものの、 領土主権は日本に残された。1968年、昭和43年に、日本国とアメリカ合衆国が結んだ、小笠原返還協定が発行したことにより、小笠原諸島及び、沖ノ鳥島の施政権は日本に返還された。サンフランシスコ平和条約においては、沖ノ鳥の存在について明記されており、日韓基本条約では、 サンフランシスコ平和条約の関係規定を想起し、条約を締結することに決定と定められており、大韓民国も沖ノ鳥島が日本の領土であることは承認している。しかし、同国は沖ノ鳥島は排他的経済水域を設定できない岩だと主張している。2005年1月31日、石原慎太郎東京都知事、当時は首相官邸で、 小泉純一郎首相、当時と会談、経済活動の実証のため、沖ノ鳥島周辺での海洋深層水と氷層水の温度差を利用する実験的発電所の建設計画や漁業活動の計画があると明らかにした。沖ノ鳥島周辺は、深海底からせり上がる地形のため、海洋温度差発電に適している。2005年5月20日。 石原都知事は、沖ノ鳥島の視察を行い、周辺海域へ、島味の稚業を放流した。同年6月17日には、国土交通省が縦1メートル、横1.5メートルの地炭生命板を設置した。東京都小笠原村沖ノ鳥島一番地、日本国際南端の島のほか、沖ノ鳥島の井戸、経度が刻まれている。2005年8月24日。 海上保安庁は、経済活動実証のため沖ノ鳥島に灯台を設置することを決定し、2007年3月16日に、周辺海域を航行する船舶や、操業漁船の安全と運航能率の増進を図ることを目的として、沖ノ鳥島灯台を設置して、運用開始した地理を参照。また、同灯台を変えずに記載した。2009年11月6日、 干渉部分に船舶が接岸できるような港湾施設を建設する方針を決めたと報道され、2013年に建設を開始した新食防止策を参照。中国の経済的生活の維持ができないとする主張に対抗する意図があるとされる。2010年7月23日には、排他的経済水域及び大陸法の保全を及び、 利用の促進のための停止汚染の保全及び拠点施設の整備等に関する基本計画を閣議決定し、沖ノ鳥島における特定離島港湾施設の建設に着手している。2008年11月12日、日本は大陸法限界委員会略称に対して、沖ノ鳥島を起点とする海域を含む7つの海域を大陸法の延長として申請を提出した。 その申請に対して、アメリカ合衆国、中国、韓国及びパラオがそれぞれ自国の見解を示す文書を提出している。米国とパラオは日本に異議を唱えなかったが、中国と韓国は沖ノ鳥島は島に該当せず岩に当たるという公弁を2009年2月に提出した。2011年8月に開催された第28回大陸方言会委員会において、 中国と韓国は改めて異議を提出し、委員会の議論は紛糾して、日本に対する韓国案は採決されず、継続審議となった。その後、沖ノ鳥島事案は審査の後、2012年4月27日に、島北側の海域は認められたが、南側、九州パラオ海嶺南部海域は、結論が先送りにされた。南側に関しては大陸方言会委員会の、 韓国二十校によると、工場所に言及された事項が解決される時まで、CLCS としては、韓国を出すための行動を取る立場にないとされた。工場所とは、中国と韓国による意義のことで、採択には、委員の三分の二以上の賛成が必要だが、結果は、賛成後、反対八、危険三で日本に必要な指示を得られなかった。ただ、韓国の要約には、 大陸法の延伸対象となった四国解剖について、国土のどの部分を根拠に200回以上の延伸が認められるのかについて言及した2、サブマージドプロローオンゲーションオブザランドマスアンドインタイタルモントツーザコンチネンタルシェルフビヨンド 200M という項目で、ザ・サブマージドプロローオンゲーションオブザランドマスオブジャパンインズスリジェンイクステンズフロムザランドテリトリスオンザイズ 小笠原アークツーザイーストアンドザダイトリッチアンドザ、キュシュ、パロウリッチインザウエスト。この地域、イコール、四国海盆における、日本の陸海の水面下の広がり、イコール大陸方は、伊豆、小笠原東湖の領土から、東まで、そして西側は、大東海霊と九州、パラオ海霊の領土から広がっていると記載されている。日本において、九州、パラオ海霊、ザキュシュ、 パラウリッチ城の領土、ランドテリトリスオンは沖ノ鳥島しか存在しないが、前述の通り、国連海洋法条約第121条第3項で、岩は大陸法を有しないとしていることから、間接的に沖ノ鳥島を起点として、大陸法が広がっていると明記したこの勧告は、沖ノ鳥島が島であることを前提としている。 沖の鳥島にある二つの小島が風化や海食などで侵食され満潮時に海面下に隠れてしまうと定義上の島と認められなくなりその場合日本の国土面積約38万キロメートルを上回る排他的経済水域が失われてしまうため1987年から災害復旧工事として二つの島の周りに中鉄製昇波ブロックによる 小波堤を設置し、内部に直径50メートルのコンクリート製護岸を設置した。ところが、護岸コンクリートの破片が東小島を傷つけるという事故が起こったため、東小島の上は下端製の防護ネットで覆っている。これらの工事費用は約285億円かかった。地球温暖化に伴う海面上昇により、島そのものが将来水面下に没することが、 予想されている。そこで、自然の力により島を高くしよう、との構想がある。具体的には、島の周囲の珊瑚礁を活性化して、大規模な珊瑚礁を生成させる。これが砕けて、砂となり、堆積や波による集積を行うことにより、自然の力により島の高さを上げてしまうという構想である。この構想の調査のために、水産庁は、 実施期間を2006年度から2年間とする、生育環境が厳しい条件下における増養食、技術開発調査事業を創設、業務取りまとめ機関として、産後増養食技術検討委員会を設置し、初年度に3億円の予算を当てている。2010年、民主党政権下において、国土交通省が750億円を投じ、沖ノ鳥島の西側に港湾設備、 岸壁、白地、臨港道路などインフラストラクチャーを建設し、輸送や補給等が可能な活動拠点を作ることを決定した。経済的な活動拠点が完成すれば、事実上の有人島となり、同島では経済的生活の維持ができないとする島の地位に関する批判、全出の地位に関する論争を参照をしりぞけることができることから計画されたものである。 この計画に従って2011年度に国土交通省が特定離島港湾の建設に着手した。長さ160メートルの岸壁を作る工事で130メートル級の大型海底調査船も停泊可能な岸壁となる。港湾整備は2016年度に完成する予定。国土交通省は輸入頼みの資源を自前で開発する拠点。 経済的な安全保障につながると説明している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。